レオンエ・ドワーズは、イギリスの男性総合格闘家。ジャマイカ・キングストン出身。イングランド・バーミンガム在住。チーム・レネゲード BJJ&MMA 所属。UFC 世界ウェルター級ランキング3位。ジャマイカのキングストンで生まれ、9歳の時に、イギリスのバーミンガムへ移住した。13歳の時に、父親がナイトクラブで射殺され、その後エドワーズは、麻薬取引。 ストリートファイトなどを経験する、スサンダ、少年期を過ごした。17歳の時に、母親がエドワーズを構成させるために、総合格闘技を始めさせ、そこから、総合格闘技に夢中になっていった。2011年、プロ総合格闘技デビュー。2014年5月5日、バンマ15の英国ウェルダー級タイトルマッチで、王者ウェイン・マーリーと対戦し、3R に、 リアネーキドチョークで一本勝ち、王座獲得に成功した。2014年9月13日、バンマ16の英国ウェルダー級タイトルマッチで、挑戦者のショーン・テイラーと対戦し、3R に左ストレートで小勝ち、王座の初防衛に成功した。2014年11月8日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、将軍 VS、ストリート、プルーで、 クラウリオ・シューバと対戦し、1から2の判定負け。2015年4月11日、UFC ・ファイトナイト・ゴンザガ・ VS ・クロコップ2で、セスバジンスキーと対戦し、試合開始直後に、左フックでダウンを奪い、わずか8秒で小勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年12月19日、UFC ・オン・フォックス17で、カマル・ウスマンと対戦し、 零から三の判定負け。二千十八年六月二十三日、UFC ファイトナイトカウボーイ VS エドワーズでウェルター級ランキング十一位のドナルドセラーニと対戦し、三から零の判定勝ち。二千十九年三月十六日、UFC ファイトナイトティル VS マスビダルでウェルター級ランキング十三位のグンナー・ネルソンと対戦し、二から一の 判定勝ち。試合後のバックステージで、ホルヘマスビダルと乱闘騒ぎを起こし、顔面を殴られて、左目の下をカットする怪我を負った。2019年7月20日、UFC オン ESPN、ドスアンジュス VS、エドワーズで、ウェルター級ランキング4位のハファイルドスアンジュスと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。8連勝となった。 2020年3月21日、イギリスで開催予定だった UFC ファイトナイト、ウッドレイ VS、エドワーズでタイロンウッドリーとの対戦が決定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で大会が中止になった。2020年10月22日、UFC がオファーしたカマルースマン、コルビー・コビントン、ジェフ・ニール、 カムザットチマエフらとの対戦をエドワーズが断ったとして UFC のランキングから除外されるが除外された翌日にカムザットチマエフと対戦することが発表されエドワーズはランキングに復帰したしかしその後エドワーズとチマエフが共に新型コロナウイルスに感染しチマエフの新型コロナウイルスによる合併症が長引いたため試合は中止となった 2021年3月13日、約1年8ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、エドワーズ VS、ムハンマドでウェルター級ランキング13位のベラルムハマットと対戦。左ハイキックでグラつかせるなど優勢に試合を進めるもののニャールジョバにエドワーズの恋でないアイポークにより、ムハマットは試合を続行することができずのコンテストとなった。 2021年6月12日 UFC263 でネイトディアスと対戦。5R 終盤に左ストレートを効かされたものの試合全体を通して優勢に進め3から0の 5R 判定勝ち。なお、この試合はメインイベント以外のノンタイトルマッチで初となる 5R マッチで行われた。ありがとうございます。